長野県道385号松城市野の遺線は、長野県長野市を走る一般県道。松城半の城下町、松城と JR 市野井線、品野鉄道線の接続駅である、篠野井駅とを結ぶ路線である。松城城の北、長野インターチェンジの南に位置する上高、愛交差店を起点とする本路線は、上信越自動車道に並行するバイパス道路として、 松城の城下町の北方を迂回するが、この区間は2013年に国道403号に指定されたため、重複区間となっている。2009年までは、中道島交差点から線曲がり川河川敷へと入り、得意な形態であった旧赤坂橋へ向かっていたが、現在では国道403号とさらに800メートルほど重複した後、 赤坂京南交差点で分かれて新赤坂橋を渡る。なお、急遽ルートの800メートルほども県道に指定されたままであるが、急遽は撤去されているので河川敷で行き止まりとなる。千曲川を越えると、篠野井地域に入る。堤防上をしばらく進んだ後、篠野井東福寺篠野井小森の集落をやや狭い、道幅で抜けると、国道18号と合流する。この先は、 歩道付けの整備された道路となり、住宅地を抜けてゆく。篠野井総合病院を過ぎ、長野県道77号長野上田線を越えると、篠野井の街地に入る。篠野井駅前通りを進み、正面に篠野井駅が見えると、駅、東口ロータリー一つ手前の交差点で、長野県道387号、清野篠野井停車場線に合流して、終点となる。 ありがとうございます。